アレクサンドル・アジャは、フランスの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。フランス・パリで生まれる。ユダヤ系である。本名は、アレクサンドル・ジュアン・アルカディである。父のアレクサンドル・アルカディも、同じく映画監督である。妻は、モロッコの映画監督のレーラ・マラケッシュである。若年期には、父の映画、流血の絆、野望編などに、早くで出演していた。 18歳の時にオーバーザ・レインボーで監督デビューし、カンヌ国際映画祭の短編部門で上映される。その後、フリオ・コルタサルの短編を原作とした、フリアで、長編監督デビューも果たす。2003年公開の、ハイテンションがヒットし、ウェスクレイブンのサランドラをリメイクした、ヒルズ・ハブ・アイズで、ハリウッドデビューした。その後も、ピーミラーズ。 ピラニア 3D などホラー映画を作っている。2011年時点では、コブラの実写映画を企画している。ありがとうございます。